はい、こんにちは。FTM ラジオ、りょうです。今日の LGBT 対談は、俺と同じくミニペニを作ったケンケンと、対談していきたいと思います。では、ケンケン、こんにちは。こんにちは。今日はね、ケンケンは顔出しなしなんだけども、白 T シャツ同士ちょっと喋っていきたいと思います。はい、お願いします。ケンケン、年齢は聞いても大丈夫？はい。35です。35。まあ、早速なんだけど、ミニペニ手術したのはいつ？2015年。7年前か。はい。28ってことか。そうです。場所は日本？それとも海外？日本です。日本。まあ、日本っつったらもうやってるところはほぼ一つだからあれなんだけど、まあいいか、名前は出さなくてね、うん、今調子はどう？7年経って、うん、全然問題なしですね。ほう立っておしっこできる？できます。俺はね、残尿がねあるのよ。ほんと最後振り絞ってでもやっぱりパンツ濡れちゃうんだけど、ケンケンどう？立ってすればほぼなし、座ってするとちょっとあるかなって感じですかね。尿道にちょっと引っかかんのがね。座っておしっこしてその後ティッシュでなんかトントントンってやってもダメ？座ってするときは、そうですね。多分、それやっても、1、2滴ぐらいは、あるときもあるかなって感じですね。なるほどね。じゃあ、手術後は、どうだった？やばかった？やばかったですね。地獄でしたね。全然歩けなかった。ああ、もうほぼ、歩くのもしんどい、座るのもしんどい。うん、寝たきり？いや、まあでもちょこちょこ歩いていましたけど、うん、歩くたび痛いし、座っても痛いし、うん、寝てたら一番マシみたいな、寝てても痛いですけど、一番まあ楽な姿勢はまあ寝てる時だったかな。あ、そうだ、結構あれだよね。ミニペニと同時にたまたまもつけてるもんね。はい。どっちが痛かった？たまたまとミニペニ。いや、もうわかんない。もうそこら辺全体、もう、って感じだろ。もう、どこって言われても難しいんですけど。玉はさ、あれ、シリコンボール入れたの？そうですね。丸いシリコンボールが入ってます。今痛くない？全然痛くないですね。なんか座ってて邪魔じゃない？邪魔じゃないです。全然邪魔じゃないです。そうなんだ。大陰唇の中に入ってるんでしょ？んですかね。うん。多分。じゃあ大陰唇の、まあ、ミニペニが上の方にあるじゃん。はい。埋もれてないってことだよね。埋もれてないです、全然。だから、めっちゃもう、ぽいです。結構リアルチンチンだね。かもしれないですね。ちょっと、人の見たことないから、なんとも言えないけど。あ、もう、温泉とか行けそう？いや、全然行ってますけど、うん。堂々とは歩いてないですけどね。でも、ちんちんちっちゃいなぐらいかな。どうなんだろう。太さはどう？どれぐらいなんだろうな。なんかこう、そんなない、ないな。そんなない？そんなにはないな、多分。こんぐらい？ああ、うん。ぐらいかな。うん。そう。なるほどね。俺ね、俺結構多分太さある方で。先っちょはそんなにないんだけど、ああ、
根元の方かな、確かに確かに。一人で営みするときに、コンドームのちょっとプツプツしてるやつがあるんだけど、それを、普通のまあコンドームなんだけどさ、それをつけるときにね、全然その、入り口っていうかさ、そこがブカブカじゃないから、だから結構太さはある方なのかなそうかもとしもれない思うんです。だよね。ちょっと今度コンドームつけてみて。わかりました。夜の営みはどう？まあ、行く？いけますね。今までよりはなんかこう、鈍感になったじゃないけど、そういうのとかはある？多分ない。それを手術をしたことによって、感度が落ちたっていうのはないですね。特に上がったりはしない。まあ、変わらないな。あ、本当、そう。なんか感動の幅が大きくなった感じしない？いや、あまり変わらない。そ変わらないと思う。う。でもちょっとその過去のことを思い出せなさすぎて、忘れてますね。なんかあと、じゃあ、たまたまは気持ちいい？そうか。玉はついてないんですか？あ、つけてないんです。俺つけてないの、玉。そのなんかシリコン入れるっていうなんか異物入れる感がすごく 嫌で。痛いじゃん、絶対あんな入れたら。全然痛くないですよ。でも見た目だけの問題ですからね、でも。一時期すげえ欲しい時あったけど、今そこまでって感じかな。ミニペにしてさ、一番良かったことって何？多分気持ちですかね、自分のが一番近づいた感、気持ちが一番大きかったかなと思いますね。困ったことは？困ったこと、まあ最初は何回か修正手術をしなきゃいけなかったんで、その度に仕事を休まないといけないとか、1日2日じゃ終わらない手術なんで、修正も。場合によっては4回中多分3回は結構長期休んでるんで、1週間以上とか。それが大変でしたね。でも、その後は特に、もうちゃんと普通になってからは何の問題もない。困ってることもまあないかな。4回再手術したじゃん。よ、うんと、1回目は何だった？全部尿漏れです。あ、全部尿漏れなんだ。その、傷から違うところから出ちゃってって感じ？そうですね。ちゃんとくっつくはずのところがちゃんとくっつかなくてとか、なんか違う方向から出ちゃってみたいな感じのやつですね。全部。尿道延長だけど、カテーテルとかは入ってないよね。入ってないです。そう、あ、さっきちょっと聞いたけど、まあ、俺、タイでやってっけど、だいたいタイの手術するときは、尿カテーテル入れて、で、バルーンで尿道から普通におしっこしてるんだけど、日本の場合は、もう、膀胱の方に直接穴開けておしっこ出してるっつってたね。最初はそうですね。一番最初は、もう手術終わって目覚めたら膀胱ついてるみたいな。膀胱ついてて、尿道にはカテーテルが入ってる状態。何日かちょっと忘れたんですけど、膀胱から普通のバルーンに切り替えていってって感じでしたね。膀胱はどんくらいで取れたの？1、2週間ぐらいですかね。確か。多分。2週間はかかったんじゃない？かかったと思いますね。1週間以上だったような気もする。膀胱も結構痛いんで、ストレスでしたね。膀胱がついてることが。やーでもね、いやもうどっちにしろ痛いけど、尿道からもさ、ほら、管出てんじゃん。もうあれが揺れるたびさ、
悲劇だよ、最初。そうなんですよね。うん。俺もね、2週間、その、尿カテーテルで尿バルーンがつながってたから。うん。膀胱炉の後にまた尿バルーンなんで、長いじゃないですか。長いね。おう。あ、そう。尿バルーンは、どっくらいつながってた？3週間ぐらい。ん？ 3 週間ぐらい。3週間。なるほど。だけど、途中からバックだけ外すんですよ。あの、バックがついて、自動で永遠にあの作られたら流れるっていう感じで、もう尿意ないじゃないですか。うんうん、それをずっと続けていくと、その尿意がなくなっちゃうから、途中からバックを取って、うん、カテーテルに蓋をするんですよね。うんうん、あの、キャップしてね。そうです、そうです、うんで。キャップから出すみたいな、自分でキャップして出すっていうのを含めたらもうちょっと長い、多分。尿道に入ってたのは多分結構長い目ですね。あ、全然違うね、やり方がね。いや、俺はもう、最初、手術して、結構歩けなくて、まあ、杖とかついてたしさ。あ、僕も杖ついてました。ね、でおしっこするときめっちゃ痛かったりしたんだよ。うん。俺ちょっと後悔したんだよね、そのとき。この痛さなくなんなかったら、マジで後悔だと思ってさ。その痛みがなくなったらね、ああ、よかったけど、結構辛かったよね。めちゃくちゃ辛かったですね。もう二度と、こんな過酷なこと味わいたくないって思ってましたけど、めちゃくちゃ辛かったです。歩く速度とかやばいよね。やばいです。信号渡りきらなくなかった、あの、点滅する。そう。そうなんですよ。だからちょっと大きめの横断歩道渡れないみたいな感じですね。うんうんうん、まともに仕事できたのはいつ？多分丸2ヶ月ぐらいはできなかったんで、うん、3ヶ月目ぐらいからかな。うん、でもその間でもちょこちょこ修正やって、ね、休んでは戻ってみたいな感じでしたね。じゃあもうちゃんと最終的にもう手術終わりましたって言ったのは、その手術してからどんくらい経ってたの？まあ、修正手術も、まあ、自分のタイミングでやってたんで2年ぐらいかな。まあもうすぐやった方がいい、やってもいいけど、ただ別の方向からおしっこが出るだけのことなんで、まあ、座ってすれば、まあ、問題ないっていうのもうちょっと後でいいやとか言ってやったりとか何やかんやってたんで、結構2年ぐらいは。そっか。あれ、もうおしっこするときさ、もう全然もうズボンにかかることない？ないですね。いや俺ね、やっぱ強く振るとさ、普通に振ってるだけだけど2滴ぐらいかかっちゃうんだよね。あ、ベージュのさズボンとか履けないんだよ。長さもあるかもしれないですね。そうだよね。うん、いや、俺のやっぱ短いんだろうな、きっと。ジーパンとかでも全然できる。できます。うん、いいな。めちゃくちゃやってよかったと思ってます。どうですか？まあ、やってよかったけど、やっぱドクターをもうちょっとちゃんと選べばよかったなって思ってだから、まあ、有名なとこはガモンなんだけど、うん、タイで、まあ、そこ行けばよかったなって思ってる。ちょっと違うとこでやっちゃったからさ、うん、まあお金の問題だったかな、やっぱり。そこは高いってことですか？俺が見つけたところよりも高かったし、うん、うん、ちょっとそこはミスったなって。僕は陰茎形成をずっと考えてるんですけど。うん。今も？はい。あ、本当？やろうか、やらないかをずっと悩んでて、うん。やった人の話聞いてみたいなって思ってるんですけど、うん、まだやるかをやるかやらないかをずっと悩んでます。そうか。なんでやりたいの？なんでなんですかね。いや、多分、まあ、より近づきたいというか、
っていう思いはあると思うんですけど、やった後のがどうなるかがまあ分かんない、やってないから分かんないんで、怖いなとは思いますけどね。まあ、だから、失うものは勃起だよ。勃起しなくなっちゃうからね。あ、そうなんですか。うん、そう。でも永遠にこれやるかやらないかを悩み続けては終わるんだろうなって思ってます。やらずに。いやー、どうだろうね。もっと仕事とかできないか、もっと動けない時間が長いってなると、まあ、現実的に難しいなって思うんですけど。うん、1ヶ月は無理だろうしね。大変無理だと思います。うん、あとは傷だよね。傷残ってもいいのか、チンを取るか傷を取るかって感じじゃない？そうですね。今日はね、すごくいい話を聞かせていただきました。俺もね、初めてね、ペニシューツした人とお話できました。いろんな話をしてくれて、ケンケンありがとう。ありがとうございました。ではまた。バイバーイ。OK。ね、お尻にさ、おしっこするときにさ、はい。